皆さんこんにちは、ひとみです。今日はローソンからこんなもの買ってきました。モチーズ、美味しいのかどうなのか分かりませんけど、120円で2個入りかな。ちょっと開けてみます。中がこんな2個入ってます。雪見大福とよく似てるけど、どんなのかな。小さめのお餅みたいですね。小さめのお餅みたい。触った感覚すごい柔らかい。柔らかい、すごい柔らかい。うわわうわ、伸びる伸びる。これ大体何、チーズ餅？中にチーズケーキが入っているという。チーズケーキすごい伸びる。うん、うん、チーズの匂いと、チーズの味、ビーンって伸びる。めちゃめちゃ伸びますね。うん、伸びる、すごい伸びる。中にチーズツールも全体が餅、餅全体ですね。うん、チーズ餅、どっから切っても餅。チーズケーキ味のお餅みたい。めちゃめちゃする。でも美味しい、美味しい。ベタベタめ、ねちゃねちゃする。これなんかほら、韓国で流行ってるビロンって伸びるやつともまた違うよね。甘いもん。チーズだけど甘いでしょ。甘い、チーズだけど甘い。これうちカフェ、おうちカフェのやつか。ローソンも最近、ローソン最近すごいよね、こういうのね。モチーズ美味しいです。発売されたばっかりらしいです。あとこれ 2つ入って、カロリーが144キロカロリー。そこまでたあのケーキとかにしちゃうかなって思います。あー、確かに。ケーキ一応和菓子、でもあんなちっちゃいの2個で144カロリーよ。はい、和菓子なのか洋菓子なのか迷うところですね。でも美味しいよね。ちょっと小腹が空いた時にはいいかもしれない。女の人が好きそう。まだ もちもちしてるの、残ってるところ。すごい。まあカロリーは高いけど、まあ、いつも飲んでるこの高新茶を一緒に飲むと、あのカロリーはカットできないけど、しっかりとお通じが良くなって食べたものを出してくれる、あのダイエットティーになります。これは概要欄に貼り付けておきますので、概要欄からサンプル希望 あのお便りをいただくと、あの2本プレゼントするキャンペーンをやってますので、概要欄の方もしっかり確認してみてください。ありがとうございます。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしてますので、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。